左へ駆け上がっていく左サイドバックの沼田。矢島選手が最前線いますね、もうこの時点で。矢島にボールが通った、矢島のシュート。前半23分ホームの山口先制、矢島今シーズン2ゴール目。さあエスナイデルサッカーホームで先制を奪った。もう追い越してここでもうこの時点で、まあ、ちょっとね中継でも言わせてもらいましたが、ここでもうずっと裏取り続けてオフサイドポジションに最初いたんですけど、ちょっと止まることでラインもコントロールしましたし、コントロールが完璧だったので最後、うん、アウトサイドにかける余裕もありましたよね。ここですね、はい、うまくトラップして最後はしっかり見極めてアウトサイドに、もう本当ね